人生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。医療情報以上になりますけれども、まあ、どうしましょうか。朝寝てたでしょ。でも僕もちょっと寝てた。これなんで寝てたかちょっと言ってきて、このカツラ、はい、これこの分かるでしょ、寝てるのこれ。なんですか、高木ブーさん。なんでだよ。鬼ブーさん、そういうわけにしてんの。いやいや、鬼のほら、鬼のコントの時の、その時に。あ、それね。撮った時の顔知らないんだ。っていうか、お前昭和の人か、お前。なんか内容が古いこれ。すいませんね。確かにブーさんそうですよね。そうですね。はいはい。さあさあ取りまして、汗かいてんじゃねえよ。おでこが今張り付いて痛かった。まあいろいろ政治の話題もありますけど、まあ少しコメントいきますか。まあそうかね。じゃあそこでやっても映らないけどね。浮か浮か。違う。逆だしですね。JJ 君、心なしが今日いつも以上楽しそうですね。うん、全然そんなことないよ。いやいや、これね、ほんとテンション上げてるだけです。ほんとに。この後暗いくらい。役者だなと思いますよ、JJ 君。すごいな、もうさっきと大違いじゃねえかなと思いますよ。落ち込んでたし。いや、お前ほんとに、すごい芸能人みたいなの、お前。やっていこう。およ切り替え早いね、お前。じゃあ、似合ってる結構。あ、似合ってるね。頭が。え、何正面から見たらめっちゃおもろい。そう、いや 大阪とかの人だよ、ね、大阪のおばちゃんいそうだよね。雨出しそうだよ今から。とかあの韓国のおばちゃん。ああね、確かに確かに。これをパーマのおばちゃん。じゃあちょっと時間さん変わりましょうか。やだよこの頭で。いやいや、それ皆さん見たいから。せっかくですから、ね、自分からかぶったら。、うん、やだなこういう色物。いいよ、ジェジェも映って。こんばんは。なんか違うものに見えない。ねえ、なんですか。違うものに見えない。違うものに見えなくはないですよ。JJ とまた違う。だってすっごい緩いもん、こうブカブカ。頭でか。いや俺だから多分親父なんだよね。そう、親父もなんか帽子ですよ。40とか違いますけど。40って何すか。普通50代ですよ。そう、60いくつだっけ。そうです、62ですよ、ね、じゃあ俺もそれぐらいない。確か62です。なんか昔なんか親父のなんかあの、はい、なんていうのアマゾンかなんかで、はい、あの買ったんですよ、はい、あの帽子をね、ニエラの、はい、そしたら、うん、サイズがあまりになさすぎて、うん、全然出てこない自分の好きな感じ、うん、でそれ調べたら、うん、もうなんかこれアメリカのなんかめっちゃ太ってるような人なんですよ。マジ 4XL みたいな感じでレベルとして。ああそうですね。そんな俺頭でかいんだ。だから頭で5センチ大きかったら大きいよね。私多分55センチぐらい。じゃあ小さいよ。小さい、めっちゃ小さい。53ぐらいじゃないですか。じゃあそれはない。すごい小さい。55ぐらい。42。いやな、あ年齢か。62だ、ね、まあ年齢も42だけどね。しーん。どうもすまん。木下先生こんばんは。妻が今微熱で37度2分ぐらいなんですが、インフルエンザ並みに体がだるいと言い寝込んでいます、うん、コロナワクチンを打っています。インフルエンザは打っていません。微熱がインフルエンザはありますが、自分は必ず高熱が出るので、ちなみに千葉です。もし読まれたらよろしくお願いします、うん、これね可能性は十分あります。あ検査をお勧めします、はい、あ終わり、はい、ほんほんね、あのそんなね、おやじはふがしをねかじりながらなんかそういうのしますでもってかさ、やっぱあまり医学のことは聞かない方がいい、うん、やっぱ仕事じゃないから、うん、じゃあめっちゃ唾飛んでるね。私の唾いいだろう。私の股から生まれてんだから関係ないから。あんま意味が分からない。まああのあそういえば今の思い出したんだけど、はいはい、皆さんあの多分ねもうほぼ動いてないんですよ。親父の口からさっきサタデープラスって出たの。あ出ましたね、サタデープラス。で親父出てたの。はい出ました。それだけです。あのね俺これちょっともしかして間違ったら恥ずかしいんだけど、はい、あのなんだっけな、小坂井さん出てました、はい、出てました、出てました、はい、でしたいです。あの最近はやってないけど、うちの YouTube チャンネルで、うん、ドクタープラス、あのあれメディカルプラスってあるでしょ。あ、そうありますね。それはサトデプラスのドクタープラスを、はい、そうなんです、あのオマージュして作ったね。そうなんです、メディカルプラス全くそうなんです。で、なんか全く同じポーズがやってるね。そうです、やったんです、プラスがやったんですよね。だからあのメディカルプラスは、あ、違う違う、サトデ、ん違う違う、あのドクタープラスはこれ、サタデープラス、ね、サタデープラスはこっちだ、うん、で我々はこっちっていう、うん、そうですね、そう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 、そういうようなもんなんかいろいろやったのやったんですね。最初の当初古い話してか誰も分かんない。いや小坂井さんはあの何回もありましたね、お会いしましたね。うん、そうね、 JJ 君もね、はい、ありますあります。
いい人だよ、すっごい人、うん、本当にすっごい人、腰の低いね、優しい人、違うセーターです。ジャガーさんの試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。ジャガーさんは、あのタイトル戦でしたよね。タイトル戦だけど、タイトルでしょ、2対2、うんうん、そうですね。ジャガーさんのこうタッグのベルトで、うん、一昨日だね。ジャガーさんどうだった、手応えでしたよ、相手の。いや強くなってたね、ダーカーズ、うん、強くなってたし、うんうん、何をこうねやってくるか分かんない一応悪役なんで。ジャスなんかなんかすげえ痛そうって言ってさ、痛いよ、割れたじゃん、うん、かあの痛い、痛いよ。だからもうなんか身長が3センチぐらい縮んだ感じ。あ、そんな感じなんだね。割れなかったけどてっぺんだった、うん、あんまり盛り上がらないですね、話が広がらないですね。まあでも 見てたもんね。そうそうそう、一応一安心すんのあんたち、うん、私がやられてってどんな思いなの、身内は。いやもう昔からずっとシンプレス見てたから、俺が小さい時は、うん、もう母が死ぬみたいな感じで思って泣いてたもん、ね、声上げてたと思うんだよ。だからそういうのあったけど、今どちらかというと試合展開の方かな。何そんなプロみたいな。いやじゃない、うん、そうだよ、だから絶対そうだよ。そう、だからこの試合はまあ、やられてるかなんとかあんまり関係ない、ね、そうそうそう、うん、ああ今回だからこんな感じの会社痛そうとかだな、全然もう、うん、全然心配しないもん、ね、大丈夫って聞かれた時ない。じゃあ出血とかするデスマッチ系だったら大丈夫とは思うけど、最近あんまないじゃないですか、それなんて。最近ってあんまりやったね、あの鼻回った時はまあちょっと大丈夫かなと思ったけど、全然写真撮ってましたね、あのぐらいかな。俺はちょっとね、なんか動画に収めたかった。普通親心配すんなの、鼻こっちに。だってさ、鼻曲がっても死にはしないじゃん、うん、正直ね。まあ戻したんで試合中に鼻血止まったもんね。だけど正直な話、あれなんていうの、細かすぎて鼻折れたって分かんなかった、うん、分かんない、絶対分かんない。いやすぐ戻したもん、倒れたその場での戻したもん。でもだいぶ倒れちゃうよね、そう長い間、うん、でセコンドのいやでも鼻血生まれて初めてだから多分ね3分以上は寝てましたよ、うん、ねえそんなに寝てないよ。いや自分が分かんないだけ。だびっくりだな、あれもうなんか記憶ないのかなと思ったの。ジャガーさん初めてかもね、リング上でその寝てるの、うん、ダウンして初めてかもね、うん、待て真っ暗になったと思った。じゃあ現在300名以上の方ね、やっぱジャガーさん出るとすごいね。いや変わらない、大丈夫、恥ずかしくないですかね、そのカツラかぶったまま。いや私って分かんないかしら。ジャガーさんボーダー似合う、ありがとうございます。ボーダー誰でも似合うんじゃないですか、うん、そうですね、うん、島、そう、木下がピンクで私が青。ピンコさん、私生配信、ジャガーさんしか見ないけどずっと続けてほしい、うん、まあ、多分死ぬまでやると思いますよ、ずっとやりますよ。いやずっと、今やっぱりテレビの時代じゃないですよね。おお、じゃあようやく分かったんですね。その割にずっとテレビ中毒でつけてますけどね。いや意味わかんない、ニュース見たいから、うん、ここニュースやってくるんですね。俺でもテレビ出るチャンスあるんだ、俺まだ出ないけどね。あ、本当？うん、出ない？全然出たい、うん、大人全然出たくない、うん、私もめんどくさい。いやだから多分それはあれでしょ、テレビ黎明期の時に俺で活躍されたじゃないですか、うん、はいはい、俺は小さい時だから、ね、俺はほぼ活躍してないから。いや出てはないでしょ、俺は出てたから小さい時だったら親にだって世話してもらってないの、うん、みっちゃんちとかに出たから、ね、私どこにでも連れてってるから。いやそれ試合でしょ、テレビの時って俺だって、まあその時みっちゃんがいるし、みっちゃんもいるから。だから俺は別に出てなかったから、やっぱそれはやっぱ一人でなんかトークをできる時に俺はテレビ出てないから、うん、そうだね、そうそう、まあトークできなかったじゃんその時、ちっこいから。だからそうやって言うてくれ。ジャガーさん試合で新潟来られる予定はないんですか、里村さんもいますしぜひ来てください。あねえ、ほんと新潟トークの方少ないですね。でもどう、青森だか岩手だか行きますね。あ、来月行きますね、うん、青森、北海道、東北の方ね、ね、ありますね。そして熊本もありますね、来ですね。あ、熊本あれは公園なので、ああ、熊本ですね。ジャガーさん試合足りないですよね。すごいね、多いね。なんかちょっとコロナ禍前ぐらいもうあんまその試合なかったと思うんですけど、うん、開けてからすごいバンバン入りました、ね、バンバン入りますね。だって常に痛いイメージ。さあ、リカさん、インドネシアからこんばんは、ね、インドネシアからありがとうございます。一人の時間は皆さん何されてるんですか。まあ、勉強してますね、テレビじーっと見てますね。出た高齢者。テレビ出た、ね、家の中のことは誰がやってる。高齢者出た、家の中の掃除誰がやってる。いや関係ないですよ、テレビ見てるということですか。違う、合間に見るだけだ。簡単に言えばそういうことが多いって思うだけだ、ね、家何もやらないくせだって、もうテレビ見ると文句言うんですよ、イラっとくる。本当に
トン吉さん6月の周年試合もちろん行きます。去年も行きました。 ありがとうございます。日程が決まっております。 6月18日火曜日ですね。夜の夕方の6時試合開始を予定しております。なのでぜひお時間ある方は。入籍した日なんですよ我々が。そうなんだね、うん、6月18日。ジュジュ君も火曜日だけど、うん、参加、まあ、多分できる。え、まあ、多分いる。でも最後だよね確かにね。そうそうそう、多分これ逃してもないから。もうねアメリカ行っちゃうからないんですよね。アメリカ行っても帰ってくんじゃん。いや日程には無理でしょ、うん、難しいと思いますよ。ねえ、アナザロが18日じゃないの。いやそうですけど本当は7月だ。はい、ゆきさん JJ イオンにいたよね。いついたんすか。いついたかな。え、でも帰る前、あ、行ったかな、うん、いたかもしれない。イオン何しに行って、聞くんじゃねえ。思うんですけど JJ 君サングラスかけるとちょっと細井先生に似てませんか。そうなんか似てますね。俺でもいろいろ言われるよ。ね、先生もあるし。メガネかけたら誰も似るんじゃん。いや、一番は、うん、やっぱジョン・レノンかな。いや、似てないだろ。似てねえだろ。言われてねえよ、誰も。JJ 君、アメリカで悪い人に気をつけて。あ、これね、うん、思い出した。ちょうどこれぐらいの時期に、去年アメリカ行ったんですよ。はい。去年アメリカ行って。あ、ですね。春休みね。そうそうそう。で、俺、ハリウッドに行ったんだよ。うん、ハリウッド行った時に、これは事前に調べた方わかんないんだけど、路上にいろんな、まあ、黒人さんとかいろいろいて、うん、で声かけられるんだけど、はい、でそれでなんかちょっと写真とかなんとか、俺これなんかラッパーやっててサポートしてくれないっつって、それ CD みたいな渡すの、はい、そしたら お金要求してくる人がいるみたいなのがもう先にあるよね、事前情報として、うん、注意してください、ね、そうそうそう、うん、俺それ知らなくて、うん、普通まんまで引っかかったんだよ、はいはい、でそれして俺先に金ないよっつって、うん、いやいやいいみたいな、うん、もう俺の話聞くだけでいいからって言って、うん、で CD をもらったんだけど、うん、あの最初はね、そしたらあとチップくれって言われて、うん、こんなもんなんかなと思って、うん、当時円安じゃないですから、はいはい、50ドル渡したの。バカじゃん、そんなに50ドル渡したの、はい、そしたらめっちゃ大喜びして、うん、うわーとか言って、おちょ写真撮ろうぜみたいな、うん、って言って乗ってるのが俺のインスタントです。はい、バカじゃん。詐欺にあった JJ。 すいません、プサンで押し売りババア、安かったよ、あのキャンディー。あれなのに押し売りババア、未だに怒ってるのに。だってあんな怒ることあるじゃん。自分の持ってる。ハリウッドの詐欺の方は怒らねえのかよ。いや、あれは普通に、うん、俺は気が良かった。普通に会話できるし、感情別に悪くはなかった。はいはい。やっぱまあ英会話というのもありますから。そうか、ね、うん、で、だけど、押し売りババアの件は俺まずそもそも韓国わかんねえ。確かに、ね。わかんねえし、まず子供心を踏みにじった。ああ、まあ確かにね。俺はそもそもやっぱちっちゃい子に何かくれるってことは、やっぱ小さい子なりも分かるから、うん、小さい子ないか飴玉でも何でもいいか渡すじゃない。はい、だけど、韓国はその心全くない。これ、これ休むよ。韓国はそういう気持ちじゃないんだよ。ね、人によるからいい。で、その、プサンのお尻ババアは、アディクの果てに、全部、これ売り物だからって言って、いやでもいらないよって言って、一、うん、個残すのかなと思って、全部ガッサリ回収してたんだね。そんなドラマになる決まってんだろうよ。ねえ、そんなの来なくてもいいじゃん、雨ぐらい。いやいや、それでなんか、細井先生っぽいですけど。真似した。いや、俺、細井さん好きっすけどね。いや、確かにね、いや、僕ね、JJ 見てて、細井先生似てるなと思うもん。確かに。なんか考え方とかさ、口調とか、本当に似てるなと思うよ。ちゃんと美容整形外科になりなよ。いやいやいや、さあ、質問お願いしますよ。コメントお願いします。ゆきさん、調整や挑発大きいやの？挑発？だったら女全員髪切んないじゃん。いや、これさ、2個ぐらいあるんですけど、はい。まあ、まず、これ、何でもってあるんですけど、例えば最初の、授業始まるときに、うん、こう私が先生ですみた、はいな、はい、感じで、うん、でめっちゃタメ口で絡んでくる先生だっているんですよ。おうおう、そうですか。例えば俺が、ね、一番最前列にいたとしたら、うん、来ました、お前、じゃあ数学担当としたら、はい、お前数学得意なの、でもういっぱいしょっぱなからそうやってくるんですよ、俺嫌いなんですよ。そうなんですね。そういう時にね、言うんですよ、うん、先生ちょっといいっすか、うん、しょっぱなって大体初めましてやったら、うん、私数学担当何々です、今後ともよろしくお願いします、お名前なんていうの、木下くん、あ、木下くん数学得意なの、まあ、これだろ、なるほど、一発目お前木下お前数学得意なの、それはねえだろっつって言ったら終わり。いや思わないですか。いや、まあ確かにね、今の時代になんかいきなりガッてくるのも俺だって、うん、別にお前のこと知らねえし、こっちからするとあ、まあね、お前誰って話だから、
それじゃあ昭和言うよ、先生だから一応教える立場の人だから。いやそうだね、別にその人の授業行きたくていいとかじゃないから、そこもう割り振られてるわけよ。それ学校の運営側が何を考えてるか知らない、まあ、そうだけど偉そうにはね、普通に言えばいい。いやそれ、いやいや偉そうじゃない、その向こうが背がってくるのとこっちも来るよって話だから。それなるほど、うん、なるほど。まあ昭和じゃないからいいんですよ、別に今の時代だから。いや目上の人間にはちゃんと。あとなんかね、なんかその髪の色とかのチェックだったら、うん、じゃあ分かったよ、じゃあ血髪とかね、なんか金髪チェイスになったら、じゃあお前ら白髪のやつ白髪染めすんなよって俺は思う。その白髪のまま来たら俺はそれ言うこと聞くけど、やめてっていうふうに俺は思うけどね。だって自分が、ちゃんと学校のルール守ってないやつ人に言う権利なくね、うん、いや先生に適用するわけじゃないからね、それはね。いやそうかもしれないけど、うん、だってそんな言うこと聞きたくないじゃん、うん、終わりました。あちょっとぼやいてなってるから、ぼやいてしまった。あ人数減ったから、じゃああんたか、あんな。ジャガさん、何飲まれてますか？レモンド、レモンド。それだけ、うん、美味しい。これ、アルコール分 5% でね、意外と飲みやすい。あ、チャンティアンさん、ふとした瞬間、グンちゃんに似てる。お、ジャガ、ジェジェ君。マジ？うん。え、げんこつじゃなくて。ジェジェ、エフェクター買った？なんの？なんですかね、ギターですかね。あ、ギターのエフェクター持ってますよ。あ、持ってるんですか。はい、買いました買いました、うん、あんまりやってないでしょ。高いよね、うん、めっちゃ高いですよ。一番難航しますから。うん、誰が買った？俺が。誰が買った？一緒にいたらやめイラっとくんなよ。あ、レモンド大好きです。ネイル可愛い。美味しいよね。これ面白いね。ベン9313 JJ 君もなかなかの変わり者ですね。かなり変わってます。これさ、よく言われるんだけどさ、はいはい、俺からすると、うん、お前ら全員がおかしいんだよ。俺は思うけどね。そんなことないよ。いや、まずそもそもレールの上に敷かれて歩いてるやつの気持ちが全く分かんないし、うん、なんかまんまと先生の言うことを鵜呑みにして従うやつの意味分かんないし、ね、逆に裏を返せば、思ったこと、いや、それを鵜呑みじゃないんです、私は先生の説明を受けて納得したんですって言ったとしても、うん、絶対疑問にも一つはあるから、うん、だってお前ら先生じゃないんだね。え、聞けばいいんだよ。そんなこと言ったらまとまんないじゃん、学校とグループが。何で思うの？私はまとめなきゃいけないタイプだから、イラっとくんだよ、お前みたいなやつは。あとね、疑問を持たないのは危ない。いや、持ってもいいけど。いやいや、癖を持たないじゃない。例えば思わなかったとしても、うん、掘ることはできるじゃない、その質問に対して。そうですよ。そういう先生、そういうのを聞いたりするのいいと思う。ただただね、盲信して受けるのはそれは宗教です。それはダメ。ちゃんと自分の考え持たないとダメ。そうやっぱ納得いかないことはやっぱぶつかるよ、うん、なんかお前が言うとイラっとこないけど、お前が言うとイラっとこない。なんで？いや、なんか違うんだよね。いや、親父こそでも説得あると思うよ。だって教授だしさ。そうですよ。やっぱ正直言うと、うん、まあ多分いないと思うけど、大学の授業でぶつかってくる生徒の方がよくない？あのね、まあ正直未熟です。ぶつかってくるやついるけど、かなり未熟だけど、ちなみにね、うん、お父さんのゼミ生たちはやっぱり言うよ、自分の意見言わせるようにしてるから。お父さんが何か言ったところでそれを全部信じるのは全然言ってないし、これについてどう思うかみんな聞いてます。だから自分の意見言えるんですよ、みんな。うちのゼミ生は。そう、あんたの、本当にあんまりあんたのこと褒めたくないけど、うん、あんたのゼミ生全員話がうまい。いやいや、そうなんですよ。自分とね、自分の意見持てるように指導してるんですよ、うん、僕の言うことをただただ信じる、これ絶対ダメ。話をするのは、ね、それについてどう思うか考えるのダメって、もう必ず言わせてるんですよ。トーク力がつくね。つきます、ほんとつきますね。これがね、大事なんですよ。 JJ 君もすごい上手いじゃないですか。うん、多分おそらく、はい、教師も生徒も多分思ってます、うん、俺を敵に勤めんどくさい。正直ね、ただ面倒くさいやつじゃん。ただ面倒くさいやつ。どっちでもいけるわけよ。別にそこ突っ込まなければ終わる話なんだけど、はいはい、やっぱ俺はどちらかというと自分の意見を通したい側だから、うん、やっぱそれが納得いかずに先生のスタミナを削ろうと俺は思う。なるほど。あ、まあ、面倒くさい、まあ、呆れたなと思って折って俺の意思を取った、もうそれでいいじゃん。あそれでいいじゃん。俺それで今は投資強しだよ、ね、だけど子供だよ、子供。いやだってそもそもなかなか、だって世の中の大人はほとんどが自分の都合がいいように持ってきてたわけよ。うん、そうですよ。だから、まあ、それはそうだよ。そういうのが嫌なわけよ。その自分の私欲みたいなのを、うん、なんか人にこう、なんかこう、なんか強いるみたいなのがもうそういう。じゃあ自分が指導者になった時どう思うの？自分が言った時に言った通りやんないし、全部書いて。誰かのためになることだったら受け入れるから説明するよ、それは。それは俺のメリットが、なんかすごい大きいからみんなやってくれてたら誰もやんないじゃん、そんなの。そもそも指導者だったら。だから何かのためになるんだったらっていう話をしなかったら、
根本人って動かないし。まあでも人のため人のため、結局は自分のためなんだよ、言葉に返すと。だけど人のため人のためって言ってもなかなか動く、言うこと聞かないよね、みんな。まずね、昭和は JJ みたいな存在は絶対